来月オープンする愛知航空ミュージアムに展示される往年の旅客機 ys11 が今日県営名古屋空港から搬入されました。戦後初の国産プロペラ旅客機 ys11 今日搬入された機体は1965年に初飛行し、昭和天皇もお乗りになるなど vip 用の旅客機として活躍。今年5月まで航空自衛隊の輸送機として使われていました。